皆さんこんにちは。ピーカブウェブアカデミーナビゲーターの伊藤誠希です。今回の講師は内藤さんです。内藤さん、よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。ピーカブの内藤です。今日はよろしくお願いします。お願いします。内藤さん、今日は何を教えていただけるんでしょうか。今日はステップっていうショートスタイルを、紹介したいなと思います。ステップですか。はい、はい、こめかみ、耳上、はい、ボンノクボを結ぶラインをステップライン。ステップライン。そう、最初も今そういう感じですね。そうですね。ステップライン。はい、まあ、頭が、とても美しく見える形なんですけども、はい、そのステップライン上にウエイトを指1本で持ってくるカットになります。はい、最初横スライスでカットして、はい、で横スライスに切ったものを縦スライスで重さを取っていくっていうのも一つ重要なポイントになってきます。でセクショニングなんですけども、はい、まずはイヤー2イヤーの位置から耳の上、はい、の位置でフロントとバックを分けて取ります。こめかみの位置から耳の上、はい、そこを最初にスライス取っちゃいますね。はい。で、まあこれが、はい、最初に目指すウェイトラインになってくるので、はい、ここはちょっと残しておきます最初。はい、なので実際切るときっていうのはその上のスライスから一線目になってきますので、はい、狙ったウェイトラインと平行になるようにスライスを取ります。はい。はい、これが1線目ですね。はい、目指すステップラインっていうのが、まあこめかみ、耳上で、そこからボンノクボを通ったラインなので、はい、バックもサイドの1線目の位置から、はい、ボンノクボを通って反対側の三つ襟まで、はい、